今何時だ？何時ですか今？まあ1時40分、はい、9時過ぎから始めて、そうですね、だいたい3時間4時間、3時間ちょっとぐらいですか、ね、はい、お疲れ様でした、ありがとうございます。じゃあ今日のあの、公表公表というか、う、ね、うん、あのおさらいで確認、はい、端から、はい、いつに何したらいいかっていうのを、あ、はい、お願いします。あ、お子ちゃんも来てください。はい、はい、これが、はい、筋ですね。すごい綺麗なまん丸、はい、まん丸、はい、筋を、剪定する時期は、あの花が汚くなったタイミングで、花が汚くなったタイミング、はい、はい、花があのラッパみたいな花がつくんですけど、うんうんうん、それが茶色くなってクシュってなるので、うん、そのタイミングで刈り込んであげると一番いいですね。はい、わかりました。あれ、その向こうは何でしたっけ？その向こうも同じ筋ですね。あ、あっちがクルメツツジ、こっちがサツキツツジですね。おお、はい、クルメツツジ、サツキツツジ、はい、あのツツジも一緒ですね。あ、はい、ね、茶色くなったら、はい、刈り込む、そうですね、はい、ガシガシ、うん、あ、ガシガシ、はい、でこれは花水木、ね、はい、まあ、ちょっと透かしてあげました。これが来年花が咲くので、はい、うんうん、お楽しみに。で、花水木はそんなに成長早くないので、はい、まあ、2年に1回とかやってあげれば、2年に1回、おお、はい、はい、はい、了解です。はい、でこれがバラですね、うんうん、これも今透かしてあげました。あ、で、そうですか。あんまり大きくしたくないのであれば、うん、下からどんどん細いのが出てくるので、うん、そっちを残してあげて太いのを切っていくような形にしてあげれば、はい、細いのを切って太いのを残す、はい、了解です。で、あと、はい、お花が、うん、ダメになったらこれもお花先だけ花摘んであげて、花を摘む、はい、なるほど、はい、ローズヒップできちゃうとちょっと体力が奪われてしまうので、うーん、はい、うん、で、はい、隣のツツジですね、これ、はい、ツツジも少し透かして刈り込みました、うん、はい、ちょっとてっぺんの方に結構猛毒の毛虫が、猛毒の毛虫、はい、あの死ぬとかではないんですけど、ええ、めちゃくちゃ体が痒くなるっていう毛虫がいたので、うん、ちょっとあれは気をつけてください、はい、例えばもし剪定とかするなら、うん、その剪定する前の日に殺虫剤をかけといてとか、うん、そういう対応をした、あんまり殺虫剤とかね使いたくないなっていうのがあれなんですけど、そうですね、やっぱりそれはやった方がいいですか？そうですね、うん、食べられるとその幼虫が来ると葉っぱがなんか茶色く透明になったりするんですよね、うん、はい、茶色く透明に、はい、今はなってないですか？今なってる葉っぱあるかな、ね、あ、こういう感じ、これこれこれ、あ、そういう感じですね、はあはあはあ、はい、葉脈が残ってとか、そういう感じになります。これがそのなんだっけ、毛虫の、はい、毛虫ですね、はい、なるほど、はい、これがあった時はちょっと、うん、あいつがいるぞって思ってください。あいつがいるぞと、なるほど、はい、はい、で、シャクナギはまだちっちゃいので何もしてないです、はい、はい、あ、何もしない、はい、もうちょっといっぱい枝が出てきたら透かしてあげた方が、あ、はい、わかりました。で、隣もサルスベリですね、サルスベリ、はい、はい、で、こっちもサルスベリで、こっちもね、サルスベリ、はい、サルスベリは1年で長い枝がピューって伸びるので、またこの時期とかにその長くなった枝を切ってあげるといいかなと思います。はい、わかりました。はい、はい、で、犬つげですね、これも、うん、あの刈り込みで、あ、これなんかすごいね、可愛らしくまん丸く、なんか帽子かぶったような、うんうん、ほんとね、帽子かぶってるみたいな、はい、これも面白いね。梅雨時期ぐらいですね、うん、晴れ間が出たらそこの時に刈り込みをしてあげるといいかなと思います、うんうんうん、はい、で、これはちょっと枝が硬いので、うん、ちょっと力がいるかもしれない。そうなんですか、そんな太そうに見えないですけどね、はい、そうですよね、一本一本が硬いのでずっとやってると結構疲れると思います、うん、ああ、なるほど、はい、うん、で、こっちはしだれもみじは、うん、まあ、このまま、うん、あと1年は大丈夫かなと思いますね、うんうんうん、来年とかまた枝が混んできたら、うん、すいてあげた方がいいんですけど、うん、もみじの特徴は、はい、手で剪定します。へえ、どういうふうに、こことか、うん、今枝が重なっちゃってますよね、こういうところは、はい、まあ、取ってあげていいんですけど、はい、これ手でこのままポキッと、なるほど、はい、折ります。まあ、一説によるともみじはその剪定バサミの綺麗な切り口をちょっと
嫌がるっていうことらしく、なんか成長の方に少し影響があるって言ってる人もいるっていうのが一つと、あとモミジっていうのは基本的には自然系が綺麗なんですよね、うん、なので、うん、剪定バサみたいにバツンって切った跡があると自然風じゃなくなってしまう、うん、なるほど、のでまあ手でポキポキ、でもあんまりそういう風にポキポキ折れるような枝の木ってあんまりね、ないですよね、はい、それがモミジの特徴なんですね、はい、なるほど。他のモミジもこういう剪定でいいと思います。はい。さすがに太い枝とかになると折れないですけどね。うん、あれあれは奥は何だっけ？奥のがアセビですね。あれもちょっと元気ないので、うん、元気ない、あまり剪定してないです。ああへえ、はい。何か肥料を使うタイミングがあったらあいつにも根っこにあげてあげてください。はい。なんかやっぱり化学肥料とかね、あんまりやりたくないんだけど、はいはいはい、肥料ってどんな化学肥料じゃないとしたら、やっぱり化学肥料じゃなきゃダメ？ね、まあ腐葉土でもいいですし、うんうん、あとは動物性の鶏糞とか、うん、あはい、そういうのをやってあげればいいんじゃないかなと思います。なるほど。はい。鶏糞なんかはものすごく速攻性が強いので、あ、化成肥料に粒ぐらい、うん、はい、いい効果が速攻で出てきます。はい、牛糞とかだとちょっと遅いですね。あ、そうなんですね。速攻性、遅効性っていうのがあって、はい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 、鶏糞は比較的速攻性が強いです、うん、はい、で隣が、犬巻ですね、うん、はい、これ、あ、これ、はい、あ、犬巻 ね、はいはい、これもね、なんかあの佐藤造園さんは平らなこう卵型っていうか、なんていうか、はい、そういうのが好きだけど、うん、なので将来的にもうちょっと丸っこくしたいとか、うん、もうちょっと平たく伸ばしたいとか、あ、そういう人もいるので、なるほどね、はい、好きな形で成長させていっていけばいいのかなと思います。なるほど、はい、特に私はね、別に どっちがどうしたいっていうのはないんだけど、はい、うん、うん、どう思う？そうですね、好き好きですね、うん、はい、奥、あれは難点ですね、はい、難点ね、はい、難点も透かしてあげました。あれも元からいっぱい出てくるので、うん、はい、今切り口がちょっと見えるかなと思うんですけど、はい、はい、こうやって太くなったら元から切る。なるほど、これですね。そうですね、ここの切り口ですね、はい、あ、はい、了解です。はい、次は次は、はい、はい、で次これがサザンカ、サザンカ、サザンカのって言ったね、はい、これもちょっとぴょんぴょん出てるやつだけ切ったんですけど、うん、ちょっと半分枯れそうになってたので、なんかこっち側がね元気がな、ね、こっち側にばっかり、そうですね、あの葉っぱがありますね。もしかすると西日に弱いかもしれないですね。なるほど、はい、このこれはな、倒れないようにしてるの、ね、なんか弱ってるから倒れちゃうってこと？いや、多分元から頭が傾いてたので、おうおう、整えるために引っ張ってるの。これはそのままにしといた方がいいんですか？そうですね、とりあえずちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、あれ、ちょっと待って、うん、はい、はい、食い込んでるわけでもないので、うんうん、大丈夫、ままでいいかな。はい、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、今度これが人木星ですね、うん、これも刈り込みをしました、はい、はい、これも、うん、なんか丸っこくいい感じに、うん、ね、結構上の方ツンツンしてたもんね。そうですね、うん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 、これも本当はそうですね、今時期に刈り込んであげればいいかなと思います。うん、はい、木星的にはその梅雨時期の方がいいかもしれないんですけど、うん、その時期にやっちゃうとまた花芽が秋に、うん、うん、咲く花芽も一緒に切っちゃうかもしれないので、うーん、はい、これは今の時期に切っても強い木なので大丈夫だと思います、うん、なるほど、はい、はい、ありがとうございます。これら辺もツツジですね、うんうん、はい、まんまる、うん、まんまる、これね、これがなんかちょっと、ね、なんかちょっと元気な感じですね、汚い感じですけど、はい、円柱系にこうやろうっていうことでやってみたんですけど、はいはい、これもまあ来年どうなのこれ、大丈夫、虫の被害とかっていうわけではない。そうですね、あとは枯れ枝がこうやって溜まっちゃうと、うん、そこが蒸れて、うんうん、ダメになりやすいので、こうした枯れ枝を取ってあげる、はい、おお、なるほど、
いいですね。はい、なるほど。元気になってきます、ね。はいはい。なので。太い枝があるので、うんうん、これを持ってちょっと揺さぶってあげたりとか、うん、定期的にしてあげると今みたいなところができる。なるほど。このこういうなんかこう太い枝のこういう切ったところとかは、はい、そこから病気になるとかそういうのは大丈夫なんですか？ツツジはまず大丈夫ですね。あ、そうですか。はい、樹木によっても違うんですけど、はい、例えば桜とかはダメな部類ですね。なんかね、あのリンゴとかもね、そんなような話してましたよね。もうこういうツツジはこういった枝の途中に潜伏芽って言って、うん、芽が隠れてるんですね、樹皮の中に。へ、そっからまた新しい芽が出てきます。へ、そうなんだ。なるほど。はい。はい。これもツツジで、金柑ですね。金柑も。あ、金柑ずいぶんなんか、はい、ちっちゃくなっちゃう。そうですね。だいぶ背丈下げて、あと少しすきました。はい。これ柑橘系なんで、アゲハチョウの幼虫とかがもしかすると来るかもしれないので、はい、風通しとかをよくしとくとちょっと。あ、アゲハチョウね、よく来てた。あ、本当ですか。うん、庭の方に、あの表の方に回って、うんうん、よく来てた。それであれ、あの、あ、それで、あの虫、あの卵、はい、なんか、はい、あの虫がいっぱいついてたから、切って、その切ってペッてやってた。その虫ごと切ってペッて捨ててたんだけど、うん、これもやっぱ風通しよくしとくと虫はちょっと来づらくなるので、うん、あ、そうなんですね。っていうのはやっぱり隙間が空いてると鳥に食べられるリスクが高くなるので、うん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 、なるべく風通しの悪いとこ悪いところに虫は幼虫は行こうとするんですよ。なのでこれは密集させないっていうことが割と。なるほどね。この辺なんか密集してるイメージだけど、そうですね、まあこれぐらいだったら、うん、大丈夫かなっていうのと、今ちょっと常緑なので、うん、あんまりいっぱい切っちゃうとダメージが出ちゃう可能性があるので、なるほどね。はい、もうちょっと空いてもいいんですけど、うん、これぐらい残しておきます。わかりました、はい、あの竹がね、ちょっと、ね、あの竹を生かそうとか言ってたんだけど、なんかご近所のあの隣さんがちょっと進出してまたね、春に芽が出て大変なことになるよって言われたの で、ね、ちょっと短めに、でも全部は切らずにちょっと、はい、様子を見たいと。そうです、ね、なんかね、この石とのね、そうですね、このなんかね、雰囲気が、ね、雰囲気があるからちょっと全部切るのはもったいないみたいな。はい、こ、はい、の辺は雪柳ですね、うんうん、これも雪柳、はい、太いのを切りました。うんうん、はい、雪柳じゃないかなと思うんですね。春に広いのがバーって立てる。そうですね。うん、はい、うん、もしかすると霜付けかもしれないですね、枝先が強いから。へえ、霜付け、はい、うん、雪柳も霜付けの仲間なんです。ああ、そうなんですね。これも、うん、あの根元からいっぱい出てくるタイプなので、うんうん、太いのがいたら切ってあげるっていう形で。あ、なるほど。ちょっとこの辺ね、はい、太いの切ってもらってますね、はい、これ竹、これそう、笹大丈夫、うん、これはこのままでも、まあ大丈夫ですけど、うん、だんだん増えてきます、ね、だんだん増えてきたらまた考えればいいね。はい、そうですね、はい、了解。はい、お隣があれなんで、うん、多分切っても切ってもにはなると思うんですけど。なるほど、はい、あれはこれは何だっけ。これは難点ですね。難点、これも難点。あれはな、多分鳥かなんかの印象で切ったのかなと思います。これもそうかもね、うん、このままで、うん、はい、はい、なんかずれそうなので、このままで。あれ、裏は何もなかったっけ。裏は瓦とかが置いてた。あ、そうか、瓦、うん、とかが置いてた。あ、ここも難点。これはなんか目隠しになってるね、多分ね。そうかもしれないですね。向こうから、とかにして、はい、うん、うん。で、こうね、裏はちゃんと草も刈りましたと。うん。で、これで一周で、はい、終わり。はい。はい。はい、ああ、終わった。あ、どうも。はい、ちょっとこっち側からどうかね。はい、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 どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、どうなんですか、あの東京出張は結構あるんですか。そうですね、月に1回ぐらいは来てます、ね、うん、あ、そうなんですね、はい、へえ。じゃあなんかこの間もね、あの関東君にやってもらいたいんだって、あの、はい、奈良野良のクリスマスパーティー、はいはいはい、あの日本橋でやった、はいはい、あの時に、
やってもらいたいと思ってるのよねって言ってる人がいました。あ、本当ですか。うん、あとね、この間遊びに来たお友達も今回ワークショップやるって言ったら、うん、すごい行きたいけど第2回があったらぜひ行きたいですって言われました。うん、そう、だからまたなんかね、機会があればぜひ、はい、お願いします。はい、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。パチパチパチ。